奈良市の市会計課長の加藤誠二です奈良市の市では現行の予算決算制度を補完するものとして平成20年度決算より企業会計の手法を取り入れた財務書類を作成していますそして平成22年度決算からはこの財務書類に基づいて公認会計士を公主とする 市民向け説明会を毎年開催してまいりました今年度も引き続き奈良市の市ホームページ上での公開とさせていただきますそれではこれから地方公開計制度による令和三年度決算の状況を奈良市の市在住の公認会計士吉田恵美様にご説明をいただきます吉田先生は 平成16年に公認会計士2次試験に合格され有限責任あずさ監査法人を経て独立現在は吉田恵公認会計士事務所所長で日本公認会計士協会千葉会常任幹事としてもご活躍されておりますまた一般企業に対する業務のほかに 平成28年から令和5年1月まで千葉市市民局指定管理者選定評価委員会常任委員令和4年から市原市下水道事業経営審議会委員令和3年から東京都下水道サービス株式会社社外取締役にも就任されております。 奈良市,の市におきましても平成31年から令和2年まで旧庁舎跡地活用検討委員会委員長令和2年から令和4年まで公共施設等再生推進審議会委員令和3年から習志野文化ホール再建設基本構想等検討専門委員会副委員長 同じく令和三年から長期計画審議会委員として専門的なお立場から貴重なご意見をいただいておりますそれでは吉田先生よろしくお願いいたしますただいまご紹介に預かりました奈良市の市在住の公認会計士の吉田恵です 奈良市の市では平成二十二年度決算より公認会計士による財務報告書説明会を実施されておりますが、平成二十八年度より私の方が担当させていただいておりまして、今回で六回目になります。どうぞよろしくお願いいたします。本日使用する資料は二部になります。上映しているスライドと同じものと別紙の財務書類増減比較です。 この6回でどのようにお伝えすべきか悩んでいたのですが細かすぎる情報までお伝えしがちでしたので今回はより概略をつかんでいただきやすいものに組み立て直しましたそれでも数字の話が続きますのでしんどいかもしれませんがお付き合いのほどよろしくお願いいたします流れですが目次を見ていただくと6つに分かれています中心としてお話しするのは3奈良市の市の財務書類増減比較と 4. 奈良市の市の財務書類分析ですその前段として地方公開系制度の流れについて最後に財務書類から将来の奈良市の市を考えてみたいと思います地方行政に大きな影響を与えている2つのことを踏まえておきたいと思います日本全体では国勢調査結果によりますと平成22年の総人口は1億2,806万人であり その次の平成27年は1億2709万人と平成22年から平成27年の間に人口減少社会に突入したと言われております奈良市の市は昭和29年の市政の施行後昭和40年代から50年代にかけて高度成長期の2度の埋め立てによる地域の拡大等により首都圏のベッドタウンとして人口が急増しています 昭和30年、1955年になりますが、その時の人口は約3万2千人でした。その後、人口は一貫して右肩上がりで増加していましたが、令和3年度中に減少に転じ、令和3年度末の人口17万5,076人は、令和2年度末に比べ255人の減少となっています。令和4年11月には17万4,977人となり、17万5千人を割り込んでおり、 奈良市の市においても人口減少の傾向が感じられるようになっております人口減少は税収の減少だけでなく既存の公共施設の維持更新にも大きな影響を与えますまた新型コロナウイルス感染症は令和元年12月初旬に中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されわずか数ヶ月ほどの間に世界的なパンデミックと言われる流行となりました 依然として私たちの市民生活に大きな影響を与えています地方公開券の財務書類から紐解くと特に令和2年度は移転費用が一人10万円の特別定額給付金等により著しく増加しました令和3年度はワクチン接種事業での支出が増加しその財源が国から支出されていることから財源収入の国県等補助金がコロナの影響で著しく増加していることがわかります そこで平成29年度から令和3年度の財務書類を見ていくことで新型コロナウイルス感染症や人口減少が習志野市の財政にどのような影響を及ぼしているのか数字で客観的に見ていきたいと思います。令和3年度つまり令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間になりますが その財務書類をもう1年も経とうとしているこの時期にお伝えするなんて遅いのではないかという声もあるかと思います地方公共団体の財政ですが決算は議会での承認が必要となりますので一般会見の決算認定は令和4年11月25日に奈良市の市議会で行われておりましたその後企業会見に準じた財務4票への作業が行われています では、なぜ議会で認定するものとは別に、財務書類が作られるようになっているのかと言いますと、歳入歳出に基づいた決算だけでは情報が足りないからです。予算の執行という意味では、歳入歳出に基づく決算は分かりやすいのですが、夕張市などの地方公共団体の破綻という想像もできないことが起き、官庁決算では必要な情報が取れないとの議論が高まってまいりました。 具体的な問題は1つ目はストック情報の欠如です。道路や学校、施設など複数年にかけて使用していくものや国債や地方債など複数年にまたがって償還していく借金といった情報を把握しにくいため、複式簿記発生主義に基づく貸借対象表の作成が必要となりました。2つ目は非資金支出項目が情報として把握されないことです。施設などの減価消却計算や 職員の将来の退職金支払いに備えた退職手当、引き当金などが計上されていなかったため、発生主義による費用を計上する必要がありました。こういったストック情報や非資金支出項目の把握などを目的に、企業会計で用いられていた複式簿記という考え方が官庁会計を補完するために取り入れられるようになりました。 全国の地方公共団体は平成30年3月末までに統一的な基準により財務書類を作成し公表することとなりましたが冒頭にもありましたように習志野市は地方公開権に先進的に取り組んでおられました平成13年度決算より普通会計バランスシートを公表平成20年度決算からは関連団体を含む連結ベースでの財務書類4票を作成するとともに 奈良市の市の財政状況を明らかにした年次報告書として、奈良市の,市の財務報告書を作成公表されています。平成22年度決算からは、公認会計士による財務報告書説明会の開催をスタート。ここ数年は動画での配信のみとなっておりますが、市民の方向けに毎年説明を実施している地方公共団体は全国でも大変珍しいと言われております。 平成23年度からは千,千葉大学と共同で多くの市民に市の財政状況を理解してもらうことを目的としたバランスシート探検隊事業を開始されています。バランスシート探検隊は愛媛県戸部町、鹿児島県和泊町、大阪府大東市、熊本県名護美町、千葉県君津市、徳島県徳島市など全国の地方公共団体でも実施されております。 七篠市の地方公開権に対する取り組みは、いずれの事業も全国の地方公共団体の中で初めてかつ先進的なものです。市が市の資産や負債に関する情報や見えにくいコストを適切に把握することは、住民や議会等への説明責任を一層果たされ、今後の市政において限られた財源を効率かつ適切に適正に使うことにつながると考えております。 具体的には、奈良市の市では公共施設の管理を行う部門と財務書類を作成する部門が中心となり、所管部署を横断して次のような取り組みを行われています。1つ目は公共施設再生計画との関連、2つ目は公共施設等総合管理計画との連携についてです。公共施設の管理を行う部門では、今後の公共施設の在り方について様々な計画を策定されています。 平成21年に公共施設マネジメント白書として作成されましたがその際に加味されたコストは財務書類とは別個に算定されたものでしたその後平成26年の公共施設再生計画では財務書類から得られる情報をもとに算出されていますさらに平成28年公共施設等総合管理計画が発行されましたが財務報告書と連携というより強固なつながりを持つようになりました 冒頭にストック情報の欠如と非資金支出項目が情報として把握されないことが従来の官長決算の問題点であったとお話ししましたがこのような公共施設の計画を立てる際にそれらの情報が重要であることから地方公開系制度が整備されるようになってきたということもご理解いただけるのではないでしょうか3つ目ですが施設マイナンバー制度を導入されています 奈良市の市では、公共施設のコスト情報をより正確に、容易に把握するため、平成28年から施設マイナンバーを導入されています。従来は、例えば小学校の水道高熱費など、複数の施設をまとめて記表されていたのですが、実際の発生額を内訳明細で入力されるようになっています。より正確で検証可能性の高いデータを得るために、財務会計システムでの予算執行の時点で、 各施設にかかる費用を伝票担当者が財務会計システムに直接入力し、日々積み上げていくことによって、実際の数字を拾うことができます。4つ目ですが、令和2年4月に習志野市公共施設等再生推進審議会第3期が設置され、令和4年2月に提言書、持続可能な行財政運営を実現する公共施設マネジメントの推進に向けて、 地方公開権による財務書類の活用と連携を宮本大輔市長に提出いたしましたこちら審議会のメンバーの一人として私も関与させていただいております提言の詳しい内容については提言書をご確認いただきたいと思いますが公共施設マネジメントと地方公開系改革に先進的に取り組んできた奈良市の市といえどもその専門性・役割分担などによりそれぞれの業務が独立して実施されていることが認められます 今後、公共施設マネジメントのさらなる進展と地方公開券の有効活用に向け、公共施設マネジメントと地方公開券の両業務のより緊密な連携を図りつつ、次なるステージへのステップアップを期待されています。それでは、令和3年度の習志野市の財務書類を見ていきたいと思います。統一的な基準に基づき作成する財務書類には、貸借対象表、行政コスト計算書、 純資産変動計算書資金収支計算書の財務書類4表があります。財務書類4表は倉庫にこのような関係がございます。はじめに貸借対照表です。貸借対照表は資産の部負債の部純資産の部からなります。 資産の部は行政サービスのために市が保有している事業用資産、インフラ資産、現預金などの資産を計上いたします。負債の部、市がこれから先支払う義務のある地方債や退職手当引当金などの負債が計上されます。純資産の部、資産と負債の差額になります。 ここからは別紙を横に置いてお話を聞いていただくとよりわかりやすいかと思います対策対照表の別紙1をご覧ください固定資産が約28億円減少流動資産が約27億円増加し総額では約1億円の減少となっております有形固定資産の事業用資産の建物が23億円減少しインフラ資産が3億円物品が2億円減少しました 流動資産は現金預金が14億円、基金が14億円増加しております。より細かい内容を次で見ていきたいと思います。事業用資産の建物は、令和3年度は約4億円の減少となりました。主なもので、新消防庁舎で22億円増えたものの、旧消防庁舎の解体で27億円、八小学校の建て替えで24億円、 減価償却で29億円と減少要因が大きかったことがよくわかります。事業用資産工作物は令和3年度は約6億円減少いたしました。こちらも八つ小学校の建て替え工事の影響が増減に出ております。建設管理勘定は建設中の事業用資産に支出した金額を言います。建設 建設仮環状の減少は建物の増加を意味しますが、令和3年度においては建物も建設仮環状も減少となっています。これは八津小学校が大きな要因となっております。八つ小学校の新校舎については令和2年度で完成しているため、令和2年度で建物として計上いたしましたが、旧校舎の解体工事は令和3年度に完了したため、減少は令和3年度の計上となりました。 長期貸付金については大きな増減はありませんでした。令和元年度までは東日本大震災等での災害,災害援護資金の貸付金のみでしたが、令和2年度からは新型コロナウイルス感染症対策として世帯向け、事業向け、医療機関向けの貸付金が設けられています。基金です。 令和3年度は固定資産の基金と流動資産の基金の合計で約14億円増加いたしました。付属明細書に細かい内容が出ておりますが、財政調整基金が約12億円増加しております。こちら、積立のみで取り崩しはなされておりません。財政調整基金とはこちらにもお示ししておりますが、年度によって生じる財源の不均衡を調整し、財政の健全な運営に資するための基金となっております。 続きまして、負債の部、純資産の部です。資産につきましては、先ほどご説明したとおり、固定資産が約28億円減少、流動資産が約27億円増加し、総額では約1億円減少しました。右側の負債です。負債については、固定負債が約9億円減少、流動負債が約4億円増加し、総額では約6億円の減少となっております。 純資産は資産、資資産産と負債の差額になります。資産が約1億円、負債が約6円減少いたしましたので、こちら、死者誤入の関係で少し分かりづらいですが、純資産としては4億円の増加となっております。地方債と1年内償還予定地方債について見ていきたいと思います。地方債は合計で約2億円増加いたしました。 付属明細にこのようにそれぞれの項目が記載されております。もう少し地方債について細かく見てまいりましょう。地方公共団体の地方債につきましては、建設交際主義ということに則っ,っております。これは将来に受益の及ぶ施設の建設等に充てることができるとされている考え方です。そして償還年限は財源として建設した公共施設等の対応年数を超えないこととされております。 このように、受益と負担のバランスや、地方公共団体の財政規律が一定程度確保されるように制度設計されております。また、交付税措置が見込まれております。国からの交付税措置が見込まれているのは、臨時財政対策債と減税補填債です。それぞれ235億円、3億円の残高があり、地方債残高としては4割超を占めております。 また、令和3年度から防災・減災国土強靭化祭が新設されました。これは、令和3年3月に策定された習志野市国土強靭化地域計画により、小学校大規模事業が国庫補助金の内定を受けたことから、事業費の一部を記載したものになります。長期未払金について見ていきましょう。 令和3年度の長期未払金及び未,未払金の主な内容は次の通りになります。糸、うに、PFI とありますが、公共施設の整備にあたって民間の資金や経営技術を活用する方法になります。この PFI 事業で建設された場合、将来にわたって支払う整備費用が未払金として計上されます。続きまして、 行政コスト計算書について見ていきます。別紙2をご覧ください。行政コスト計算書とは、1年間の行政サービス提供にかかる費用と使用料などで得られた収入を比較したものになります。企業会計では損益計算書にかかるものですが、 行政での大きな収入源である税収等や国権等補助金は地方公共団体への出資という考えをとっているため行政コスト計算書には計上されません。行政コスト計算書に収益として計上されるものは使用料や手数料、資産の売却益などに限定されています。また、施設などの減価償却費や 職員の将来の退職金支払いに備えた退職手当引当金などの非資金支出項目も計上します。したがって、行政コスト計算書は、地方公共団体の行政活動に係る人件費や物件費等の費用を発生主義に基づき、フルコストとして表示することのできる財務書類になります。 令和3年度は臨時的な要因を除外した準経常行政コストが約563億円と140億円の大幅な減少となりました。最終的な準行政コストも約567億円と137億円の大幅な減少となっております。これは移転費用の補助金等の約142億円の減少が主な要因となっております。 移転費用補助金等になります令和2年度は市民1人当たりに10万円を給付する特別定額給付金事業等がございましたので約182億円と大幅に増加しておりました令和3年度においてもお示しをしたような新型コロナウイルス感染症に対応した補助金が多かったものの令和2年度に比べると減少いたしました 続きまして移転費用の社会保障給付になります社会保障給付の大半は扶助費が占めておりまして年々増加しておりますこの扶助費の主な内訳は生活保護費、児童福祉費、老人福祉費、社会福祉費になりますこの中で児童福祉,福祉費につきましては 待機児童対策として受け皿となる施設の整備を進められ、民間認可保育所等への運営費助成により増加しています。社会福祉費は、障害者総合支援法に基づく給付事業の増加などにより増加傾向となっております。また、令和3年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の新規事業として、子育て世帯特別給付金支給事業、 住民税・非課税世帯・臨時特別給付支給事業などがあり、増加の要因となっております。3番、純資産変動計算書になります。純資産変動計算書は、資産と負債の差額である純資産の変動額を表したものです。 行政コスト計算書でも申しましたが行政での大きな収入源である税収等や国権等補助金は地方公共団体への出資という考えをとっておりますので純資産変動計算書において毎年度の大きな変動要因となっております純資産変動計算書の本年度末残高が貸借対,対象表の純資産合計になります 純行政コストが約567億円でございましたが、財源の税収等が約380億円、国県等補助金が約192億円計上され、本年度差額は約5億円、本年度純資産変動額は約4億円となったことから、純資産残高は増加し、約3418億円になっております。財源税収等です。 令和3年度は約385億円が計上され約25億円増加いたしましたその増加の要因は次の3つになりますまず市税として約5億円増加しました金奏の森の開発の進捗に伴い住民税や小手資産税等が増加しておりますまた個人所得の低下は見られたものの個人分法人分ともに納税義務者の方が増加しております 地方消費税交付金として約4億円増加しました10%と軽減税率の8%には国税と地方税分がございますその地方税部分は国へ徴収された後、県と安分計算され地方消費税交付金として市に交付されております消費の回復により増加となりました地方交付税です 地方交付税は過段に示しておりますが地方公共団体間の財源の不均衡を調整しすべての地方公共団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する検地から国税として国が代わって徴収し一定の合理的な基準によって再分配する制度です。こちら、基礎等のの変化によりり約14億円の増加となっております。 財源・国権等補助金につきましては、令和3年度は約192億円が計上されました。令和2年度に比べ減少したものの、依然として令和3年度も新型コロナウイルス感染症の対策にかかる補助金が多額に交付されました。続きまして、資金収支計算書になります。別紙3をご覧ください。 資金収支計算書は、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支の3つの区分で、地方公共団体の資金収支の状態を表しております。業務活動収支には、本来の行政活動に関する収支が、投資活動収支には、主に固定資産に関する収支が、財務活動収支には、主に地方債の借り入、れ、償還等に関する収支が計上されます。 地方公会見の財務書類の中では一番企業会見に近い考え方で作成されておりまして行政での大きな収入源である税収等や国権等補助金についても税収等は業務活動収支として税収等収入に国権等補助金にはそれぞれの資金使途により業務活動収支および投資活動収支の国権等補助金の収入に計上されております。 行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書には同様の項目がありますが、数字には少し差異が生じております。それはこちらにも記載いたしました通りに、行政コスト計算書、純資産変動計算書は発生主義に基づいて作成されているのに対し、資金収支計算書は資金の収支の事実に基づいて作成されていることによります。 それぞれの増減について細かく見ていきたいと思います資金収支計算書、令和2年度と令和3年度を比較すると、次のような増減となっております業務活動収支につきましては、税収等収入が令和3年度は約381億円計上されまして、27億円の増加となったことが主な要因です 投資活動収支につきましては、公共施設等の整備支出が約37億円減少いたしました。一方、基金の積立金支出と取り崩し収入の収支差額が41億円の減少となっております。財務活動収支につきましては、地方債償還支出に大きな増減はなかった一方、地方債発行収入が約11億円減少しております。 それぞれの項目を細かく見ていきたいと思います。公共施設等整備支出です。公共施設等整備支出とは、有形固定資産等形成に係る支出を言います。令和3年度計上の約29億円の主な支出は、次の通りです。こちらにつきましても、八つ小学校、八つ南小学校と学校関係が多く出てくることがわかるかと思います。 奈良市の市では児童生徒の急増期であった昭和40年後半から昭和50年前半にかけて建築された校舎体育館などが大変多く老朽化が顕著となっております今後の児童生徒数の推移や適正規模を検討されながら改築や長寿命化大規模改修など老朽化した学校施設の整備再生に着手されております 学校につきましては、奈良市の市第二次学校施設再生計画、令和2年度から令和7年度といったものが設けられており、令和4年度以降、令和7年度まで次のような計画が立てられております。それでは、ここからは財務書類の分析を行ってまいります。5個の財務書類分析の視点と12個の指標に基づいて分析を行っています。 また、奈良市の市の分析後に、括弧6にて類似団体との指標の比較も行ってまいります。まず、資産の状況についてです。従来は、面積や個数で把握されていたものが金額で把握することができるようになり、こちらの分析をすることが可能となりました。最初は、① 住民一人当たり資産額です。 対借対象表の資産総額約4,087億円を習志野市の人口およそ17万5千人で割り算をすると住民一人当たり資産額は233万4千円と計算されました。丸7の住民一人当たり負債額も一緒に計算しております。こちら対借対象表の負債総額約668億円を 習志野市の人口やはり17万5千人で割り算をすると住民一人当たり負債額は38万2千円と計算されました令和3年度は資産の合計額が約1億円減少したものの人口も減少したことから住民一人当たり資産額については大きな増減はありませんでした住民一人当たり負債額につきましても負債の合計金額が約6億円減少したことで 大きな増減とはなっていませんしかしながら今後、人口減少が加速していくと住民一人当たり資産額、住民一人当たり負債額の増加が懸念されます次は2有形固定資産の行政目的別割合になりますどのような目的の資産が多いのかがこちらでわかります 有形固定資産の行政目的別明細は付属明細書として作成公表されていますこれをもとに割合の計算をしたものになります平成29年度から令和3年度を比較すると割合には大きな変化はありませんでした奈良市市に限らず地方公共団体は道路や公園などのインフラ資産が多いため生活インフラ国土保全の行政目的の割合は高くなります また、奈良市の市では、教育の行政目的の割合が高いことが見受けられます奈良市の市には、奈良市の市立奈良市の高等学校も設置されていますが奈良市の市文教住宅都市検証の理念に基づいた市政の結果と言えるのではないでしょうか続いて、③ 参入学対資産比率になります 貸借対象表の資産総額4,087億円を資金収支計算書から算出された歳入総額702億円で割ると5.82年と計算されました。資産として計上されているものが5.82年間の歳入で賄うことができると言えます。6年程度と長いのは資産が多いことおよび歳入額が少ないことになります。 奈良市の市の場合、過去には東京湾の埋め立てに伴って道路や公園などのインフラ資産が移管され、歳出を伴わずに資産が形成されたケースもあります。今後の施設更新は、より財政負担が必要となる可能性があります。続いて、④ 有形固定資産減価償却率です。 この指標では有形固定資産のうち焼却資産の取得価格等に対する減価焼却累計額の割合を算出することにより耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているかを全体として把握することができます。65.4%と算定されましたので奈良市の市では有形固定資産の減価焼却が進んでいることがよくわかります。 この点、習志野市第二次公共建築,者建築物再生計画におきましても、建築後30年以上の建物はすでに全体の8割に達しており、かなり老朽化が進んでいると記されていることから、実際にも老朽化が進んでいるようです。続いて、資産と負債の比率になります。 将来世代と現世代との負担の分担はどのようになっているのかという関心に応える分析視点になります対策対象表の貸し方の負債の部は地方公共団体がこれから先に支払う義務のあるものが計上されており将来世代の負担を表しております一方純資産の部は資産と負債の差額ですが現世代までの負担を表しております したがって対策対象表は財政運営の結果として資産形成における将来世代と現世代までの負担のバランスが適切に保たれているかどうかを端的に把握することを可能としております丸五純資産比率です地方公共団体は地方債の発行を通じて将来世代と現世代の負担の配分を行います したがって純資産の変動は将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意味します。対射対象表の純資産の金額三千四百十八億円を資産総額の四千八十六億円で割ると、鳴子市の純資産比率は八十三点七パーセントと算定されました。これは大変高い数値と言えそうです。マ六の社会資本と形成の世代間負担比率は。 文房有形無形固定資産とし、分州地方債の合計金額に限定し算定しております。こちらにつきましても13.7%と算定されました。いずれの数値からも将来世代への負担は少ないと言えます。しかしながら、丸読んで見たように有形固定資産減価償却率が高く、固定資産の老朽化が進んでおります。 公共施設の更新計画が今後考えていく上で将来世代の負担についてどの程度とするべきか見極めていく必要がございます。続きまして、かっこ3、負債の状況です。財政に持続可能性があるかという関心に応える分析視点になります。市がこれから先支払う義務のある地方債や退職手当引き当て金などの負債の総額は668億円 668億円でしたが、その内容を分析していきたいと思います丸 ⑧ 基礎的財政収支です業務活動収支と投資活動収支の合計額を算出することにより歳入のバランスを示す指標となり均衡している場合には持続可能な財政運営であると言えます資金収支計算書の業務活動収支と投資活動収支に必要な加減算を行うと 30億円のプラスと算定されました継続してマイナスが続いておりましたので奈良市の市の財政状況が好転している気配を感じることができます丸 ⑨ 債務償還比率です充当可能基金を除く地方債が業務活動収支の何年分で償還することができるのかを算定します地方債の合計金額は528億円です基金の合計額は160億円です 資金収支計算書から臨時収支を除いた業務収支を計算すると51億円でした地方債の合計金額528億円から基金の合計額160億円を引き臨時収支を除いた業務収支51億円を割り算すると7.2年となりました今までに比べると短い期間が算定されております 八の基礎的財政収支と同様に、奈良市の市の財政状況が好転している気配を感じることができます四、4. 行政コストの状況です行政サービスにかかるコストはどのようになっているかという観点関心に応える分析視点になります 行政コスト計算書は、施設などの減価償却費や職員の将来の退職金支払いに備えた退職手当引き当て金などの非資金支出項目も計上しているため、地方公共団体の行政活動にかかる人件費や物件費等の費用を発生主義に基づきフルコストとして表示しております。す1十住民一人当たり行政コストです。 こちらも1人当たりとすることで大きな数字が分かりやすくなるのではないでしょうか。令和3年度では、令和2年度に比べると、準行政コストが約137億円減少したことにより、住民1人当たり行政コストは減少いたしました。しかしながら、令和元年度以前に比べると高くであり、また人口減少がしていく中、今後住民1人当たり行政コストの増加は避けられないようにも考えられます。 丸11、性質別、行政目的別、行政コストです。行政コスト計算書では、性質別の行政コストが計上されています。こちらも、奈良市の,市の人口を17万5000人で除して、住民1人当たり性質別行政コストにすることにより、分かりやすくなるのではないでしょうか。令和2年度につきましては、特殊事情があったものの、 令和3年度の社会保障給付は、令和2年度を上回っている点が注目されます。⑤ 受益者負担の状況です。歳入はどのくらい税収等で賄われているかに関する視点になります。丸 ⑫ 受益者負担の割合こちら、行政コスト計算書の計上費用と計上収益で計算することができます。 令和3年度は 5. 1と算定されました新型コロナウイルス感染症対策により移転費用の補助金等が大幅に増加した令和2年度を除きますが令和元年度以前に比べると低水準になると言えるのではないでしょうか。 全国の地方公共団体は統一的な基準に基づき財務書類を作成し公表することとなり異なる都道府県や市町村の間でも比較が可能となりましたそこで令和2年度の情報になりますが千葉県内の類似団体との比較を行いたいと思います類似団体は総務省の類似団体区分における一般市4の3に属する地方公共団体のうち 人口規模が奈良市市と近い17万人から20万人の桜市、流山市、八千代市、浦安市を対象としたいと思いますこのうち浦安市は地方交付税の不交付団体となっています比較を行う5団体ですが人口の増減でも大きな特徴が見受けられました 桜市は外国人の方を含む集計方法に変更した平成27年3月以降、人口減少が続いております。流山市は右肩上がりに増加、八千代市も緩やかながら増加しております。奈良市の市、浦安市は人口増減が緩やかですが、お伝えいたしました通り、奈良市の市は令和3年度中に、そして浦安市は令和2年度中に人口が減少しております。 統一的な基準5個の視点と12個の指標のうち丸2と丸11を除いた指標について算定すると次のとおりになりました。このうち丸1、住民1人当たり資産額について、住民基本台帳人口の折れ線グラフとともにグラフ化をするとこのようになっております。習志野市と浦安市はとても多く、逆に流山市と八千代市が少ないということがよくわかるのではないでしょうか。 なお、類似団体の考察に当たりましては、財務書類から読み取れる情報と公表されている情報に基づく試験であることを、あらかじめお断りしておきます。桜市から見ていきたいと思います。桜市は、継続的な人口減少となっておりますが、丸八の基礎的財政収支が、令和2年度はプラス収支と算定されました。次のページに示しておりますが、 令和2年度は業務活動収支が増加した一方、投資活動収支が減少したため、基礎的財政収支はプラス収支となったようです。丸一の住民一人当たり資産額は177万円と、浦安市、習志野市に次いで3番目に多いと算定されております。丸四の有形固定資産減価償却率は54.5%と平均的です。 公共施設の改築や修繕が計画的に実行されているように伺えます。丸 ⑤ の純資産比率は88.0%と高く、丸 ⑥ 社会資本等形成の世代間負担比率は11.0%と低くなっておりますので、現世代の負担で賄われていると言えそうです。続きまして、流山市です。 流山市は令和元年度から令和2年度で4243人と5団体で一番多くの人口が増えており20万1284人となっております。1の住民一人当たり資産額は95万円と一番少ないです。4の有形固定資産減価償却率も49.3%と一番減価償却が進んでいません。 ⑤ の純資産比率は67.5%と低く、⑥ の社会資本統計成の世代間負担比率は34.1%と高くなっておりますこのことから、新しい公共施設等を将来世代の負担を含め整備しているものの資産額が多くはないことから、効率的な整備を進められているように伺えます 丸八の基礎的財政収支はプラス収支とマイナス収支を交互に繰り返していますが令和2年度は十分な業務活動収支はあったものの投資活動収支が大きかったことによるマイナス収支となっております流山市におきましては急速な人口増加による公共施設の不足感の一方将来人口について令和9年度までは増加を続けた後という緩やかに減少すると推計されておりますので 今後の整備の難しい舵取りも伺います。続いて八千代市です。八千代市は令和元年度から令和2年度で2286人増え、20万2561人の人口となりました。08の基礎的財政収支が継続してプラスとなっております。算定過程を次のページで確認をいたしますと、 八千代市では毎年業務活動収支が多額に計上されていることから基礎的財政収支がプラスの収支となっていることがよくわかります丸 ① の住民一人当たり資産額は95万3 0円と長谷山市と同様に少なくなっておりますその他の指標は5団体の中で平均的なものと言えるのではないでしょうかこのような財政的なバランスの良さも人口増加に貢献しているのかもしれません 続いて浦安市です浦安市は令和元年度から令和2年度で1015人減り16万9963人の人口となりました平成28年3月の浦安市人口ビジョンによると平成36年こちら2024年ですね2024年に約17万人で人口のピークを迎えた後は減少に転じと将来展望が分析されていました こちら、ピークの17万人という数字は将来展望通りであったとは思うのですが2024年ということを考えますと人口減少が早く迎えていることを推測されます。1の住民1人当たり資産額は277万円と一番多く5、純資産比率は89.6%と大変高くなっております。 これまで積極的な公共施設の整備が現世代の負担で賄われていることが分かります。丸4有形固定資産減価償却率が67.6%と5市の中で一番高くなっております。今後の維持、補修、再構築について検討を要する公共施設が多数あることが推測できます。丸8基礎的財政収支が継続して大きなマイナス収支となっております。 平成三十年度以降、業務活動収支に対し、て投資活動収支が大きくなっていることが理由です。浦安市は地方交付税の不交付団体となります。地方税を自身で十分に徴収できている団体であり、税収等の増減が大きく影響することになります。 令和2年度は、令和元年度に比べると税収等は約21億円減少されていました。浦安市の人口減少による納税義務者の減少なども予想されるため、財政の舵取りが難しくなっていくことが予想されます。これまでのことを、奈良市の市のことと含めてコメントをまとめたのがこちらの表になります。人口につきましては、 流山市、八千代市が増加している一方、習志野市、浦安市が減少しております。住民一人当たり資産額につきましては、習志野市、浦安市が高い一方、流山市、八千代市は少なかった。有形固定資産減価償却率についても、習志野市、浦安市が高い、それの一方で、流山市は一番減価償却が進んでおりませんでした。純資産比率につきましても高い 地方公共団体がある一方低い地方公共団体があることがよく分かりました。丸8の基礎的財政収支につきましてもプラス収支を計上している団体とマイナス収支、まあ、交互に繰り返している団体も含めてあることが分かったかと思います。以上から習志野地市についてこのように考えてみました。まず丸1 住民1人当たり資産額および、丸4有形固定資産減価償却率は、ライアス市に次いで高い水準でありました。公共施設等の整備がこれまで積極的に行われてきたことが分かったかと思います。丸8の基礎的財政収支については、令和2年度以前は投資活動収支での影響が大きかったものの、令和3年度については、八千代市と同様に、業務活動収支が大きく計上されたことでのプラス収支となっていました。 丸五純資産比率は八十三点五パーセント高めであり。将来世代の負担は重くなく、現世代の負担で賄われている部分が大きいと言えます。丸十住民一人当たり行政コストや場の十二受益者負担の割合は平均的であると言えます。人口減少社会の中、人口は令和二年度までは増加しておりましたが。流山市ほどの急速な人口増加ではございませんでした。 財政への新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、地方交付税で賄える部分も多く、不交付団体に比べると影響は少ないようです。以上の平成29年度から令和3年度の期間推移と類似団体比較を踏まえまして、習志野市の令和3年度の財務書類について、次のようにまとめていきたいと思います。まず1つ目です。 人口減少社会の中、これまで習志野市の人口は増加していましたが、令和3年度は人口減少に転じており、今後継続的な人口減少となりますと、資産や負債の負担が重くなるといえます。資産が多く、これまで公共施設等の整備が積極的に行われてきたことも分かりました。施設等の有形固定資産の減価償却が進んでおり、今後の施設の改築や修繕について、検討を行う必要があります。 現状では将来世代の負担は重くなく、現世代の負担で賄われている分,分が大きいです。施設の改築等にあたっては将来世代の負担となるような財源となっている傾向が見られます。ただし、過度な借金の増加とはなっていないので、財政破綻の懸念は低いと言えます。行政の運営にあたっては、フルコストで考えた際にも法律的に実施されているようです。 財政への新型コロナウイルス感染症による影響はあるものの地方交付税や国県等補助金が増加しておりますので習志野の市の財政を毀損するには至っていないようです。これまで令和3年度以前の財務書類をもとに過去の習志野市を見てきましたが将来の習志野市についても考えてみたいと思います。令和元年6月の,習志の市人口推計結果報告書によると 令和7年までは人口が増加しその後は緩やかに人口減少に向かうものと見られておりましたしかしながら令和3年度では減少に転じ令和4年11月には17万4977人となり17万5000人を割り込んでいますなお奈良市の市のは詐欺沼特定 土地区画整理事業というものが計画されておりそれによる整理事業というものが計画されておりそれによる6800万人ほどの人口増加を見込んでいる計画もございます年齢区分別の推移も見ていきたいと思います平成31年2019年と令和31年2049年を比較しますと 老年人口65歳以上の方ですねが23.2%から32.2%に増加します一方生産年齢人口が15歳から64歳の方を指しておりますが63.7%から57.2%と減少しておりますそして15歳未満の年少人口は13.1%から10.5%となっております このことは今後も少子高齢化が一層進展することがわかるかと思います少子高齢化が進展しますとどのようなことが起きるかと言いますと生産年齢人口の減少は納税義務者の減少つまり税収の減少に大きな影響を与えることとなりますまた老年人口の増加は社会保障給付の負担増が予想されますこのように少子高齢化による人口減少は財政の負担を重くします 住民一人当たり資産額について、令和3年度の資産額が維持されたものとして算定してみました。令和7年、令和11年、令和21年、令和31年と人口が減っていくにあたって、一人当たり資産額が増加している棒グラフがよくわかるかと思います。 このことからどのようなことが言えるかと思いますとまず1つ目として人口推計よりも早く本格的な人口減少を迎える可能性が高くなってまいりました。また人口推計通りに人口が増加した場合であっても現状の資産が維持されると当面の間の供給不足感は否めないようです。しかし人口減少に傾くと資産の維持への負担が一気に重くなります。 施設の老朽化が進んでおり、直近までの人口増加の流れもありますので、当面は積極的な施設の改築や修繕について検討が行われる可能性が高いと思います。このように、人口減少、将来の税収の減少、また新型コロナウイルス感染症の影響など、なんかあの財政に難しい影響を与えるものが予想されております。最後に終わりにでなります。 奈良市の市で統一的な基準で財務書類が作成されるようになり6年が経過いたしました奈良市の市を数字で客観的に捉えることで町の風景がまた違って見えるのではないでしょうか人口減少というとどうしても地方都市でのお話と皆様を考えていらっしゃったかもしれませんが首都圏に位置する奈良市の市においてまた浦安市においても人口減少が忍び寄っており新型コロナウイルス感染症の影響は未だ未知数でございます 奈良市の市は高度経済成長期に整備した公共施設の老朽化が進み、再建設が検討されている奈良市の文化ホールも含め、市民生活に密接な公共施設等の再構築の検討が日々なされています。現在の建築技術では、公共施設は一度整備すれば80年から100年程度は使用可能と言われております。 将来の世代にどのような負担を残すのか、公開系情報を活用しながら適切な判断を行う重要性をご認識いただければと思います。